家に帰ってきました。ちょうど今帰ってきたところです。そうなの、帰ってきた。ちょっとくーちゃんだけいるから連れてくる。くーちゃんにゃん、おいで。よいしょよいしょ。いてててて、あたたた、爪立ててますね、お嬢さん。よいしょ、おい、よいしょ。いや、立てた。くーちゃん、にゃんちはさっきいたけど、ちょっとやっほーって空がね、一番いいお出迎えしてくれました。ふーちゃんだって。何って、にゃんちもね、後に来ると思うけど、まだね、寝起きだった。ここは元気そうだったです。かわいい。なんかね、階段でわーって泣いてて、くう多分帰ってきたの気づいたから、眠いよね。もチェルはいた、誰か来たかな。にゃんちゃん聞こえた、にゃんちゃん。にゃんちゃん、にゃんちゃん。にゃんちゃんはね、無理に呼ぶとね、あんまなんですよ。寒い。にゃんちゃん、おいで、おいで。泣いてる。にゃんちゃん、どこ行っちゃった。まあ、気まぐれちゃんたちなのでね、あんまり寄ってきてくれない。ここだけだって言ってきた。にゃんちおいで、にゃんち。すごい、実家の感じが結構懐かしい。そんなめちゃくちゃ久しぶりってわけじゃないけど、そう、私の服も猫です。そう、寒かった。なんかもうちょっと暖かいかと思って、この服でいけるかなと思って帰ってきたんだけど、いけないね。寒いよ、全然寒いよ。何着て寝ようって感じだもん。ね、寒すぎた。ということで、あ、そっか、今日公園だったのか。そういえば、今日は劇場公演だったんですけど、オンデマで見てくださったり来てくださった方、ありがとうございました。楽しかったですか。そう、劇場終わって帰ってきました。
うん、めっちゃ楽しかった、よかった。それは歌詞どこ間違えた、月と水鏡の半袖あげらじゃん、かん大サビかな、あなたに会いたいよ、なんだっけ、めちゃ普通に間違えて、うわやばーと思って、めっちゃショックだったんだよね。じゃああなたに会えるなら全てを失い、二度と月など見えなくていい、流れる時にこの身投げ出そうと思うんだけど、叶わぬ夢はここに置いていきたいって言ってちゃった、思い出せるくらいいつまでも愛しているって言ってちゃった。でも気づいてないってことは大丈夫だったってこと、念願のうなぎ可愛かった、よかった。でも今日はねあんまり調子が良くなかったです。逆にみんなは良かったですか、あ気づいてなかった、本当良かった、なら良かった。そう確か間違えた、番号ちょいちょいあれってなった時あったけど、してもらったんですけど、あのハウス2にしてもらった、どうしようと思って、いやでもねブリ売りにやりたいなと思ったから、そうブリプリをハウス2にしました。ヤンチに会いたいよね、みんな。お団子してもらった、実家帰るんですって話したらメイクさんがちょっとおしゃれにしてくれました。そうでも今日はね結構だいぶ緩い感じになったかな、公園は。そう隣のバナナもおばあちゃんが鳴る2分前くらいにやばい考えてないよねそういえばってなって、どうしようと思って、もうネタ尽きたわさすがにと思って、で私たちが最近ハマってるドラマのやつをやりました。面白かった、ぐったぐだだった、ね、そうで聞いてください、なんかの曲であなちゃんだけ向かなかった、青空だ青空でなんかカウントがねちょっと分かりにくかったんだよね、そう私たちがずっとやってたのとちょっと変わった部分が途中からあって、それで見つめ合う向かい合うとこがあったんだけど、さあなちゃん向かないでずっと私だけこうやって見てて恥ずかったっていうで聞いてもらっていいですか、もう昨日リーちゃんとイカゲーム見ててショールームしたんですけど、そうイカゲーム見ててもう9話しかないから1日で見ちゃおうと思ったんですね、でまあ見たんですよ、ショールームしてたりとかご飯買いに行った時、お風呂入りに行った時覗いて、まあ約9時間くらいで寒っ、全部見たんですよ、最後まで見た、9話まで見たんだけど、それがもう4時半とかかな、朝の4時半とかくらいになっちゃって、でなんかもう別になんか見てるうちに慣れてきたんだよそういうグロいのが、けどなんかね元気がなくなってきちゃって、なんか力が抜けるような、もう私がいつも手術シーンとか見るような感覚になっちゃって、いやね悲しかった、6話くらいがもう切ないね、6、7、8、9くらいがもう切なかったんだけど、そう
ほぼ血なの、ほぼ血でもあのリアルさとかもうこのストーリー的には日本には絶対ない感じで、でも5時半くらいには寝たんですけど、それが1時間も寝れなくてなんか目覚めちゃってそわそわしててずっと、なんだろう、あのちゃんとストレートに言うんだったら胸くそ悪いみたいな感じあってる。で1時間しか寝れなくて6時半くらいに起きちゃって、で多分合計2時間3時間しか寝れてなくて今日。そうくーちゃん、くーちゃんしか来ないの。そうだから本当にもう起きては寝てはいたんだけど1時間お寝てのおはようでしたね。だから2時間3時間しか寝れなくて、なんかこの辺がもうゾワゾワするみたいな、本当に寝つけなくて。くーちゃん、そう、って感じでした。でもすごいリアルだし、まあ、私はグロいのあんまり好きじゃないから、まあ、見てみて改めてグロいの苦手だなとは学んだんだけど、でもすごいなって思う作品でした。だから気になった方はぜひ見てみてください。ネトフリにあります、イカゲーム。なんか韓国の技術ってすごいなって思った。なんかさ、例えばだけどなんかパーンって打つじゃん。打った時って日本のなんかね、あんまり映画とか見ないけどすごいリアルだなって、飛び散り方とか、そうねえ、ガラスは絶対痛いよね。そうとか落ちるシーンとかもあるんですけど、結構ちゃんと落ちてるんです。でもなんか流行る理由が分かった気がします。でも本当に元気なくなりました私は。それこのストーリーを考える作家の人もすごいなって思った。あなんか、うん、単純に言ったらカイジみたいな感じかも。いやあれは絶対続編ある、あの終わり方は続編あると思うわ。そうでもだいぶ待ちそうだよね続編。私はリアル鬼ごっことか見たことないんだけど、そういう感じだし、多分でもずっとネットフリだけだと思う。ネットフリ限定の作品って書いてあったから、あと嬉しい話していいかな。ちょっとこのスクショ終わったらするね。180、チェルちゃん珍しい。チェルちゃん目まん丸にしてるの。チェルちゃん、チェルちゃん絶対すごいとこ行っちゃう。特に
どう頑張っても抱っこできない。取れました？クーはもうベッドで寝そうです。じゃあ嬉しい話しますね。まず、ありがたいことに、今までこれ買ってくれてた人が本当に申し訳ないんですけど、鬼滅が全巻届きました届きましたやばい、もう私届いた見た瞬間に鬼滅だって叫んじゃって、そう、本当にありがとうございます。でね、誰かね16巻だけ送ってくれて、メッセージカードに約束通り16巻送ったよみたいな人もいて嬉しかったです。そうで、まあ、今回ここに持って帰ってきてないんですけど、あの後に劇場にまた取りに行って行こうと思うので売らない売らない、楽しみ。でも多分めいっ子も見たいと思うから共有したいと思います。てるがいる、ありがたい本当に。そう、ありがとうございます。もう漫画読みながらショールーム配信しようかな絶対一切喋んないです。次がハロウィンのコスプレが3つくらい多分届いてました。ちゃんと時間がなくて中身ちゃんと確認できてないんだけど、おこれコスプレっぽいなってのが3つくらいありました3つくらいありました。そう、はあ、こういうのが趣味なんだとか思いながら、そう見ました、ちょっとだけ。なのでハロウィンはね、ハロウィンはもう充実したハロウィンになりそうです。いや結構ね、丈短って思ったものありました。なんかね、一個は分かんない、エチではないけどエチっぽいのかなって思った。バンされちゃうかな。でも欲しいって言ってるってものが結構ありがたいことにいただけてて、ね、バンされないようにハロウィン楽しみましょう。ハロウィンの当日は900日なんですよ。だからもういっぱいお祝いしましょう。せーの、えいえいおでももう出したら10月公演なさそうなので、ココちゃん、ココちゃんも来たよ。よいしょ、ココちゃんちょっと、よいしょ、こんにちはって、こんにちはは、ちょっと炭鉱部がなんかできてるんだよね、ここに。なんだろうっていう、ここですって。ちょっと寒いので、あ、ハロウィンつけてるよって炭鉱部気になるね。ちょっと近いうち病院来るね。気になるね、炭鉱部。痛くない。イボなのかな。ここでして。やっほーって。何なんだろうって、でもちょっとね、前からあれらしいので。ねえ。わあ。ペロペロダメ。かわいいよね。そう、近いうち病院ね、もうそろそろ行くね。
元気だよって。でもね、寒いもんね今日。よしよしよし、ちょっと甘えてきてくれ。にゃーん、スリスリするね。寝なさい、あなたは。臭かった。何がバタ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 。なんか匂いかいね。お菓子あげるときはお座りお手おかわりバンできます。それ以上はちょっと。もうでもここちゃんもね結構年取ったもんね。いつからいる？12歳からいるから8年くらい。8年か7年いるもんね。もうそんな経ったの？あなたまだ全然いないように感じるけどね。えここちゃん猫だけじゃないよって言っときな。私もいるよって、私もいるんだよって、私もいるよって。ここでしょ、ここでしょって。あら、口ちょっと開いてるの気になるな。赤ちゃん、赤ちゃんでしたって。もう帰るっぽい。帰りました。あ、でもその鬼滅とコスプレだけじゃなくて、いろいろプレゼントもらいました。パジャマとか靴下、もこもこ靴下とかアクセサリーとか、あとね無限列車編の DVD くれた方いる。嬉しかった。もう鬼滅尽くしやんと思ってそうびっくりしちゃった。無限列車編あると思ってびっくりしました。ありがとうございます。そうなんです。あ、アニメ今日マジか。11時から？え、2話で終わりだっけ。結構好きですね。なんか知らぬ間に好きになってたっていうのが正しいかしら。コチョウさんのコスプレ送るか迷ったやつ、うん、でも絶対自分じゃ買わないからね。リアタイしたいと思ってるけど、だってもう今日2時間くらいしか寝てないから。いや、漫画も最後まで読んじゃいます。私だってもうほぼネタバレを見たようなもんだからサイトで。そう、でもなんかそう、あやねちゃんに話したの。なんかうちはアニメだけでそう知りたいと思ってるから漫画は読まないっていう話をちょっと前にしたんです。そしたら、いや確かにねそれもいいと思う、でもさ結構何年かかかると思うよってリアルなトーンであやねちゃんに言われて、え、そうだよねそうだよねって言って、いやあやねちゃんも結末知ってるって言って、うん、もちろんって言って、いやそうだよね。
かに何年もかかるのはね嫌だと思っても見ようと。逆にさ、漫画で読んでない、漫画読んで泣いた人いますか？かね、私漫画で泣けるかどうか分かんないんだよね。確かに劇場劇場に置いてみてって、劇場がもうみんな鬼滅読めるかね。この調子だったら終わるの絶対まだまだだよね。めっちゃ泣いた、泣けた。そうなんだ。泣ける？本当？じゃあ、なんか結末は知らないけど、なんかちょいちょいなんかまあこの人が死ぬ、この人が生き残るとかのなんかネタバレとか、なんか最終話の表紙見たらもう答えあるじゃんみたいないう風に言われたことがある。でも本当に漫画久しぶりに読むから楽しみです。でもちょっとだけ稽古があるから、稽古終わってから撮りに行こうかなって思ってます。19巻読んでないよ、さすがにね。さすがに読んでない。Wi-Fi が悪いのか。755のコメント、新幹線の電話かけてたの。そうだよ、なんか新幹線の30分くらいだけなんか気絶したように寝てて記憶なくて。新幹線はでもその30分しか寝てないかな。クーがもう寝そう。眠いね。寝そう。寝た。クーちゃん。おばあちゃんだから。にゃんちね。探してくるわ。ちょっと待ってて。ダメでした。
まだ抱っこできる距離じゃない。まだダメっぽかった。サブー、夜ご飯はお父さんと会ったので、お父さんとお寿司食べに来ました。怖がってるっていうか、なんかまだ警戒してんのかな。くーちゃん、にゃんち、いや来てるんだけどな。にゃんちゃん、にゃんちゃん、ドアのとこまで来てる。おいで。うん？にゃんちゃん。おいで。おいで。にゃんちゃん。おいで。スリスリしてる。にゃんちゃん。このいる期間にちょっと映しますね。あんまり無理に抱っこしたくないので。父さんね、お寿司好きだから、そう、行きつけのお寿司屋さんに行ってきました。回ってないお寿司、何日までいるの？言わない。今は言わない。お酒はなんかサワーだけ飲みました、私がね。寿司屋に来てサワーって感じだよね。でもパパと飲んだだけなの。リフレッシュする。ドライブはしますね。明日もちょっと運転するし、ちょっとどころじゃないな。明日はね、まずママお母さんとお買い物に行って、その後にあのね、子供が生まれた友達がいるので、その子に会いに行って、で明日もめちゃくちゃ友達尽くしです。その後は中学校の頃の友達と会います。会います。そう、この、ね、出産祝いって何あげたらいいんだろうと思って、お母さんとそれを買いに行ってに行きます。うん、何日かオフでしたね。全部女の子だよ、全部女の子。ね、でもビビー服とかもきっととさ、この好みがあるからさ、難しいのかなと思って、さとりあえず見に行きます。ねえ、もう結婚して子供いるってすごいよね。私考えられない、私が結婚する未来が考えられない、この今の状態で。ねえ、やっぱおむつが無難なんだよね。で
でもなんかおもちゃあげたくなくない？わかる？一番ありがたいんだろうけど、むずい。ヤンチが餌食べてるかな。ね、タオルもいつも欲しいな。その消えるものってなんかね、でも薄いよね。でもなんか本当に友達の子供に会うの初めてだから、なんか緊張する。久しぶりに会うし何話してないんだろう。お寿司ってみなちゃんに言った？ううん、何も言ってない。赤ちゃん抱いたことはもちろんある。いやでももう久しくないね。姪っ子が生まれた時くらいかな。抱っこの仕方とか分かんないと思う。でも触れない見とくだけね。怖いもんだって。そうだよね、子供の話だよね。でもマジで1年以上会ってない気がする。抜かれるかな。やだな。旦那さんには分かんない、会えるか分かんないけど、会わなくて私もいいかな別に。寒い今日。ジラピケにベビーグッズあるの？絶対かわいい。ジラピケか。急にジラピケってあんのかな。あんのかね。3種類のコスプレはかぶらなかった。いやちゃんとまだ見えてないけど、見た感じかぶってないとは思う。この音はね、クーちゃんです。足を舐めてらっしゃる。
にゃんちゃんはね、なかなか来てくれないね、今。あ、来たの？にゃんちゃん。めっちゃビビり散らかしてきてる。尻尾がもう。にゃんちゃん。匂い嗅いでみ。にゃんちゃん。にゃん。にゃんちゃん。匂い嗅いで。誰だ。お、尻尾上がった。けどな、まだかな。にゃんちゃん。にゃんちゃん。ずっと会話してる。3ヶ月ぶりくらい。なんかこの部屋初めて来たみたいな感じだけど、絶対普段入ってるし。ダメでした。やんちゃん。どこ行っちゃった。1日目は無理っぽいな。やんちと距離を縮めよう作戦。わかんない、来てくれるかもしんない、寝るときはね。にゃんちゃん、おいで。来た。にゃんちゃん。来た。来た。来たの？ちょっとまだでも、あんまり触れない方がよかった。にゃんちゃん、にゃんちゃん、にゃんちゃん、尻尾がもうただ下がり、うーん、声が上がってる。にゃん、ダメか。ここまで来たんだけどな。あんまり自分からガスガスいかないとこと。まあでも一緒にいたらね、多分寝たら大丈夫です。眠れないよね、にゃんちは。
もこのいる期間にね、もしかしたら移りに来てくれるかもしれない。眠い、めっちゃ眠い。今なんか画面みたいなやつ、私見といた。みぷぴあったまーくゆうのおさん、タワーありがとうございます。ありがとうみぷぴちゃん、今日も来てくれて楽しかった、ありがとう。今日の小屋とで見るけど注目してほしいところ。じゃあ今日、まあ、公演見てくださった中で何の曲が良かったですか。みんな悪気って言いそうなんだけど、今日はあんまり歌上手に歌えなかったと思ってるじゃない。どうですか、教えて。チタバタ一択、月と水鏡。本当？チタバタ、チタバタ多いよね。私も好きだから、感情入ってるからかな。ワルキーね、チタバタのさ、何が好きですか。みんなはダンス？月と水鏡多いね。おお、成功到底ね。今日はね、頭の入りちょっと2人とも惜しかったな、遅かった。特に歌が音程最初と比べてめっちゃ大事かなって。本当に今日でもあやれちゃんめっちゃ覚醒してなかった。実はまた大人になるなみたいなのこうリハから覚醒してたんだよね、あやれちゃん。めっちゃ覚醒してた。そう、あの横山由依が入ってるあやねちゃんのジタバタの時。
寒い。ねえ、虫バラもうまかったよね。横で聞いててうまって思った。横ではないの、裏。でも今日の MC はすごいほわほわしてたね。寒い、やばい寒い。暖かいの着ないと風邪ひいちゃう。2時間しか寝てないから、2時間思ったな、3時間くらいしか寝てないから。やばいわ。ねえ、写真のポーズも決めていかない。逆にみんな決めてってんのかな。なんか本当にラフだよね、大丈夫かなって。眠い。分かんない。私はイカゲーム見て寝れなくなったから、これは自分のせい。だって 目おかしくなってない。そんなことないか。いや、めっちゃクマあった今日。なんかなんだし。クマ一匹描いてる。寒そう、今日寝ると。なんかさ、東京に住んでるマンションより岐阜の方がすごい寒く感じる。なんで？なんでか。に冬服の山がある。でも2箱しかなかったっけ、冬服って。でもね、去年今年かな、セールやってて可愛いアウター買ったんだよね。これのセットアップが本当はあったんだけどね。可愛くない？うわ、冬、冬、もう冬やん。めちゃくちゃ暖かいわけじゃないけど、なんか可愛さ重視で買った。
冬かわいいよね。もうちょっと大きいのでも大きいの買ったはずだけど、いや冬めっちゃ冬やん。かわいい。なんかこのパールがね、なんかこれだけだったらかっこよく見えるけど、ボタンがパールだからかわいいしよね。マフラーとかももうこっちに送ってきたらまたお声で返した方がいい。サブね、これ着て戻ってこれば良さそう。合うかな服。スキニーとかならいいぞ。スキニー持ってきたしちょうど良さそうだけど、いやもうちょっとなんか大きいのでも良いけど、これでも大きいサイズよね。うん、この売ってる中で一番大きい。夏に買ったからね、安くなってたんですよ。これしまってくるね。なんかこんな服あったっけってものが結構いっぱいあるんだよね。でもなんか全部着なさそうな服がばっかりだなっていうのが多いです。捨てれそうな服っていうのか。明日の朝10度いくらって寒っ。寒いそんなの。ね、なんか秋通り越して冬だよね。実家のハムさ、別に変じゃないわ。いつもこうやって寝てます。愛の相棒。確かにお風呂から出るの怖いわ。さすがに寒そう。
1時間経ちました。マジか、おろうかな。じゃあゆんちゃん来ないね。またじゃあ明日とかゆっくりできると思うので、ゆっくりします。888日は、でもすぐ900日ハロウィンになっちゃうから、まあなんか888日イエーイみたいな感じでできたらいいなって思ってます。ランキング見ます。13位ジューシーアットマーク超大盛りの鳥丼さん、12位ゴンさん、11位リョータアットマーク鳥ももしさん、10位アッスンさん、9位小禅寺アットマークハートさん、8位茨城の大マットマークな鳥丼さん、7位中心アットマーク長野セリカ神吉さん、6位ムパラギちゃん、5位ライさん、ゆうな今日もかわいい髪色好きあやすみさん、4位 TK トンクラットマークタイのなとりどんさん、3位 YK アットマーク今回も岐阜これいつも読めない、なんとか楽しんでね鬼滅漫画感想待ってるさん、2位プルアットマークなとりどんさん、1位ミプピーアットマークプクガをやめないでねさんです。ありがとうございました。そう今日さプクガをわしちゃったと思ってさ、しないようにしてたのに、なんか癖でしちゃってさはっと思ってもう癖なんだろうね。ということで見てくれてありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。